関新八から1886年11月28日は、江戸時代末期から、明治時代初期にかけての日本の洋学者、教育者。旧幕臣、英,英学校、教律学者創設者。江戸作間町生まれ。父は、高岡範位、鈴木白樹。中浜万次郎、西吉十郎に英語を学ぶ。文久元年、幕府に出資し、 同年の文久県王施設に、福沢幸吉らと翻訳法として同行。続いて、文久三年の横浜佐幸団パン施設団にも同行。明治元年、神戸のアメリカ公使館で通事を務め、江戸会場後は、横浜に移り英語塾を開く傍ら、アメリカ公使館の通事を務めた。この年の9月から11月の3ヶ月間、 旧幕府軍脱走兵の伊庭八郎を横浜の自宅にかくまっている。明治3年に教立学者を両国に創設した。その後、教立学者は自由民権運動投資のたまり場と化したため閉鎖された。明治5年に大倉省に出資し翻訳局長となる。明治8年に辞職し、英語教育に専念した。文下に島田三郎。 田口幸千がいる。明治19年、肺結核で死亡した。死に際して、結核を蔓延させないために、遺品一切を焼却するよう遺言し、R まで編集が進んでいた、英語辞書の原稿もそれに従って焼却された。ハーバート・スペンサーの著書を翻訳した、ここ市教育論の中で、ソシオロジーの訳語として、社会学という言葉を初めて使用した。 ありがとうございます。